カノン、テイルズオブデスティニー2実況プレイ。皆さんおはこんにちは、ワラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。だいぶ更新期間が空いてしまって申し訳ありませんでした。ちょっとね、なかなか収録できる時間が取れなくて、収録自体がね、もう1ヶ月ぶりぐらいなんで、もう結構内容を忘れてしまってますが、とりあえずダイクロフトを攻略していけばいいんですよね。なんかざっくりとしてて申し訳ないな。ちょっとね、じゃあ吹きと何かあるか確認していきましょう。さあ、なさそうなんで、じゃあ攻略していこうかな。ちょっと戦闘が久しぶりで、うわぁ、この前ちょっと何でしたっけ。切り刻む、それいない魔人戦列長、二度と会うこともないだろ。なんか濃いな、やっぱりやつ。あの、そうで、コントローラーが今まで効かなくなる事象が発生したんで、それがちょっとね、今後ボス戦とかで起きてくるとガチでやばいんで。しかも PSP でやってるから、なんかこれが壊れちゃったら他の実況もちょっとてか、かなり厳しい状態になっちゃうんですよね。ローレル、いいね。ちょっと怖いんですけど大丈夫だと思うんだけどな。キュウリ、よしよしよし、行こう。あ、なんだ、誰だ。くそ、この前は妙なガキどもに張り倒されるし、今日は今日で地上軍の攻撃かよ。これこの前の人たちですよね、きっと。やっぱりミクトランなんかについていったのが間違いなんだ。なあ、とんずらしちまおうぜ。逃げ場所なんかねえよ。それに地上軍の奴らに捕まってみろ。何をされるか分かったもんじゃない。そこをどけ。この前のガキども。逃げ場所はない、おとなしく投降しろ。どうする。やられっぱなしで終われるかよ。こいつをくれい。あ、なんだ。このエレベーターしばらく戻ってこないぞ。なんかバリアみたいな、部屋から出られなくなっちゃった感じかな。仕方ないね、戻ってくるまで根性で耐えるんだよ。なんだって。は、タイムリミット。あ、どういうこと。逃げればいいの、これは逃げればいいの。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、どんどん増えてくるんだけど、気持ち悪いよ。いやーだー。よし行くぜ。これ、あんまり早く倒せないもんね。頑張って。ごめん、分かった。上手くないかもしれない。いいんだよ、あの、久しぶりの収録なんで、ちょっと戦争慣れしないといけないんでね。頑張りましょう。いっぱいいるでしょ。ちょっと待って、引っかかるのはなしでしょう。やばい、TP がない。軍人劣化しろ。気をつけないと SP 切れも起こしそうだな。あ、ちょっと待って、そんな音もって聞いてない。うわ、相変わらずハルルズの勢力は派手ですね。これ、タンプ耐えきるわけに戦闘用のパッカーカットするのかと思います。苦戦もまたよしかな。よし、じゃあ頑張って逃げ切ります。もう2分ぐらいこの状態で頑張って乗り切ってるんですけど、そろそろ指が疲れてきました。もう早く終わってくんないかな。あと2秒、1、0。よし、やれやれ。本当だよ、これワープできるのかと思ったらでもないんですね。なんかすごいところ来たな。あ、さっきの人たちだ。全員武器を捨てて投降しろ。地上軍、もはやここまでか。わかった、降伏する。さあ、
制御室の扉開けてもらおうか。負けた。俺たちこれからどうなっちまうんだろう。殺されやしないさ。ただ辛い流刑生活が千年ほど待ってるけどね。うわあ、しゃべる隙間与えてくれないんだ。切るんだ。まあ、何かと大差があるのに、そんなにしまうのも仕方ないかもしれない。なんだかな。苦戦もまたよしかな。ミクトランが結構な悪どい人だったのをね、前作やってて知ってるんで、ちょっとかわいそうに思えちゃうのは仕方ないのかな。突き止めていこう。制御室前は制圧した。あとは中に入ってベルクラントを止めるだけだな。さあ、ちゃちゃっと言ってちゃちゃっと止めちゃいましょう。セーブ。オッケー。もうないんで、あ、セーブがある。何？ストレングスポールアクス。長いわ。あ、もらえるんだね。もらえるっていうか奪ってるみたいな感じだけど。ニンブルハンター棒。ブラックスソード。シンキングロッド、チャンスレザー、なんかそれぞれの武器もらえるって感じですね。これか。長くて威力のある剣、自在に使えれば一人前です。回避が上昇。え、めっちゃ弱くないか。攻撃だいぶ弱いぞ。結構下の方にあるってことは、弱い。単なる普通のどこにでもある杖でも、ちょっとだけ魔法使い気分です。なるほどね。これは合成用みたいな感じかな。結構なんか数字の値は高いんで、ちょっとまた今度見てみようかな。ちょっと一旦セーブしますね。セーブは完了したんですけれども、ちょっとこの後ボス戦とか待ってんのかなって思って不安になったので、料理でも食べていこうかな。安定のオムライスかな。あ、ちょっと待った。あ、また効かなくなった。ちょっと待ってください。なんてこった。やばいかもしれないけど、まあ頑張っていきます。じゃあオムライス食べていきましょう。 OK。 じゃあ、この先、ちょっと苦戦もまたよしかな。ちょっとせっかく料理食べたのに減っちゃったな。どうしようかな。アイテムで浪費したくないんだよな。ライフボトルがやばい。どっかで買えないかな。ちょっとこれは厳しいんじゃないか。もう一回料理食べるか。オムライス、食材がもうない。ライスがない。よし、今度こそ行きましょう。ようやく来たか。待ちくたびれたぞ、カイル・デュナミス。嫌な予感したんだよな。バルバトス、やっぱりお前か。これ以上人の歴史をもてあそぶことは許さないわ。人の歴史？ふん、そんなものもはやどうでもいい。なんだと。もはやディムロスも英雄と呼ばれる連中もどうでもよくなった。俺の目的はカイル、貴様を倒すことだけだ。なんか偉い急じゃないですか。なるほど。あんたは生まれ変わったとしてもディムロスに勝てないわけだ。何？
リムロスみたいな信念も持たず、ただ敵を求めるだけなんて猿でもできるわ。悪役ブルンならせめて最後まで歴史を変えてやるってあがきなさいよ。みっともない。ふん、歴史を変えたいのは他ならぬ貴様ではないのか。なんですって。貴様の兄はミクトランとの戦いで差し違えて死ぬ。これが今の段階での史実だ。だが今すぐ迎えば十分に間に合う。歴史を変えることができる。さあ、あがいてみせろ。歴史を変えてやるとな。バルバトス、貴様！そうだ、その目だカイル。憎しみに満ちたその目を俺は待ち望んでいた。それでこそ殺しがいがあるというもの。さあカイル、かかってこい。俺の渇きを癒せ。さあ見せてもらおうか。最初から飛ばしすぎじゃない？ BGM 超かっこいいけどさ、8万ってどうしようか。だって絶対これアイテム使っちゃいけないタイプですよね。なんか喋ってるけどごめん、全然無視してたね、ごめんね。次は自分で回復、あ、これロニー入れた方が良かったかな。これ以上ごめん、言葉遮って本当にごめん。ちょっと作戦だけ見させて。超絶は使わせたくない。これかな。超絶使ってきたっけ、バルバトス。なんか戦うの久しぶりであんまり覚えてないんだけど、とりあえずこれで行ってみますか。はい。あ、違う、お前の責任はさせない。くらえ、総連撃。攻撃はガードスキル。わかった。かわせないな。下がりきれなかった。何がいいんだろう。やっぱ超絶かな。ちょっと回復も使ってほしいんだけど、それは私が指示するしかないかな。灼熱のバーンストライク。それは怖い。やばい。あ、やばい。灼熱のバーンストライク。超絶の出が早い。相手。さすりくのイービル連鎖剣。さすりくのイービル。いや待ってね、これはやばい、またおかしくなった。くー、やめてくれ。はぁ、もうちょっと怖いんだけど、どうしよう。こんなぐだっちゃうよ。なんだっけ、コントローラーダメになると。マジ先に払うよ、このくらいの。リザレクション。そっか、ハルドも使えるって。やばい、 SP がない。ちょっと待ってね、アイテム使えないから。あ、待って、ごめん、間違えた。効かないみたいよ。サスリクのイーブルスライク。カイルがやっぱり前衛で敵引きつけた方がいいよね。リザレクションの方がいいのかな。いやでも今はそんなでもないか。ヒールをカイルにやってもらって、攻撃はガードスキル。今日はやってきたんだ。ごめん。
私が悪かった。任せるわ。やだ。これはちょっと待って違うんだって。俺の背後に立つんだね。そんなのがあったんだ。総連撃まだだ。邪魔だ。燃えろ。ごめんね、ジュラス。なんか助けて。灼熱のバーン。やばい。倒した。いやー、こういう時に限って効かないんだもんな。6万。防御は減ってるけど、どうやって戦おうかな。ガードブレイクされるのだいぶ痛いぞ。あー、やばい、下がれないですね。いやー、怪物を待たせるから、やばい、隙がない。もうあんまり後ろに避けたくないから、怖い。あー、ちょっと待って。なんコントローラーがうまくいかない。そうだね、ガードしきれないって分かってるんだけど、前にいないとどんどんあの人進行してくるから、これで下がれ。いやー、下がんないんだもんな。ちょっと待ってね。いやー、減らないな。エアプレッシャー動かない。もう後ろの2人がかなり超絶で頑張ってくれてるから、超ガードブレイクされても、私が前で耐えるしかない。めっちゃ投げられたけど、あ、やばい。あー、入った。ごめん。キレンザ助かる。灼熱のバーンストライク。消えたね。あ、来た。真空連射拳。封じも。真空連射拳。当たらない。エアプレッシャー。ちょっと待って。爆撃。動かない。あ、終わっちゃったか。切れんだ。逃がさない。殺戮のイーブル。どうか勝ってくれないと困るな。総連撃。封じも。爆撃拳。ガンザ封じも。うわい。クズだ。軍人レッパス。高速が長いぞ。うわ。さすがにいい。やばい。パラライズ。ちょっと待ってくれよ。アイテム使えないもんな。しょうがない。ああ、やばい。バーンストライク。このクリックが欲しいところでも直して。いやいや、でも半分はいってないな、まだ。結構言われた。いやまさかよ。頑張って、ごめんだけど頑張って。辛いの分かるけど頑張って帰る。ごめんね。その攻撃はガードしきれない。分かってんか、ジューダス。分かってんね。私もそれは学習しないみたいな感じで申し訳ないんだけど、これでも私必死なんだ。これさ、うわー、またこれか。嫌なんだよな。キレンザ、イカさん、燃えろ。戦列国宝石。オッケー、半分切った。射精具のイーグルスタイガードが間に合わない。待って、くらえ、総連撃。灼熱のバーンストライク。頑張れ。あー、無理か。秘められし、破壊の力。射精具のイーグルスタイガード。もういい、まっすぐ突っ込む。封じも。はー、くらえ、エアプレッシャー。キレンザ、逃がさん。いきます、エアプレッシャー。灼熱のバーン。やばい。動かない。麻痺がかなり痛いな。やばい、ハルビが良かったな、本当に。チュアが、ありがたい。キレンザ、逃がさん。イニシエより伝わる非常格炎。やばい。キレンザ、逃がさん。あんまり帰るシュアです。この方がいいかもな。行くぞ。誰か、リハラ
ネガティブケイト。いや、なんか使えたっけ、一応みたいな。まだ使えないそこだよね。時空反射ケイト。リアラそろそろ自分回復した方がいいと思う。リザレクション。バテた。ごめんね、ハロルル。なんかハロルルにすごい癒されてる気がする。エアプレッシャー。あ、大丈夫。いやー、ピヨルなー、ジューラス。いや、カエルもピヨった。ごめん。ちょっとごめん。もうそろそろ、全然減ってないし、最近から。プリズムフラッシャー。キック連射剣。やばい死ぬ。ありがとう。どうするのがうまい戦い方なんだろう。前行かないと。灼熱のバーン。リアルは前行かなくていいんだよ。でもあれだね、 SP じゃなくて TP がないんだよね。ごめんよ。サセグのイービルスピー。いやー、とった。麻痺してると全然攻撃じゃなくて行動できないから困るな。待って、装備変えれるじゃん。ここでこれダメージ軽減してくれてるんだよな。パラライズステップにするか。困るしね。ありがとう。これをもっと早く進まなきゃいけなかったんだろう。いやー、まだまだですね。出たけど1万9000。だんだんメッサイジングか。後ろにアップしてくれればいいんだけど、ちょっとやっててもダメなんだ。じゃあどうしたらいいんだ。防止軽減する、必ずってわけじゃないのか。でもまあないよりはマシ。ちょっと難しくてやらない。まだだ。頑張るよ、私は諦めないから。先行上。はあ、ラストファンに。いや、分かってるって。SP とかも全然ないのは分かってるんだ。分かってるんだけど、私にはそれしか分からない方法が。の危ない、巻き込まれる。戦列高校戦ネガティブゲイト。サスリクの EB スティック。あ、やばい。サスリクの EB スティック。よし、もうちょっと効かないみたいな。すごくかかるな。分かってる分かってる。ごめん、カイル、本当に無理させてごめん。プリズムクラッシャー。いや、難しいな。皆さんどうやってバルバトルとかかけるの。アイテムなんて使ってんじゃねえ、覚悟で。あれなんですか。攻撃はガードしきれん。ああ、やばい。あ、違う。ヒールで、ちょっと彼女がバテてるから。エアプレッシャー。死んじゃう死んじゃう。ネガティブゲイト。いける？いける？間に合う？オッケー。ありがとうありがとう。あと5000。頑張るよ。ラストファンにガンザンメッサイジング。オッケーオッケー。あー、外した。ごめん外した。ごめん、今の私が悪い。サスリクのイービルスティック。あー、16だけなのにするな。やばい、SP がない SP がない SP がない SP がない。はい、3200。カイルがダウンしてるな。くたけろ。あー、待って、危ない。
しい。どうしよっかな。今は TP ないもんね。あんまティアラ前来なくていい。ああまたダメになってる。オッケー、治った。あらわざ。オッケー、治った。まだレーズレス打てないな。よいしょ。あ、ごめん、外した。あー。決められし、破壊の力よ。それよりレーズレスやってほしいんだけどな。頑張って。頑張る。レイズデッド。ありがとう。あと1700だよ、頑張ろう。爆炎剣。その攻撃はガードしきれない。あと1300だから頑張るよ。これで決め。いやー、よかった。あれ、すごい。 A ブロックから J ブロックまで陥落。敵部隊、さらに M ブロックに侵入。雷影を追う。至急雷影を。プラス40ってすごいですね。あんな数字初めて見たよ。ミストラ様はどこにおられる。くそ、連絡は取れんのか。我が部隊損害多数、降伏を許可されたし。観念しろ、バルバドス。つまらん。この時代ではダメだ。もっとふさわしい場所を。待て、どこ行く、バルバドス。俺とお前の勝負に最もふさわしい場所だ。帰る、デュナミス。時を超えた先、神の目の前で待っているぞ。結局逃げられたか。また戦うことになるのかな。やだな。本音が出てしまうよ、これは。だって、毒はそんなにやってこなかったからいいけど、麻痺が結構散らかったよ。バルバトスにはこれ以上の手出しはできまい。放っておいていいだろ。それよりも帰る。そうだ、ハロルド。ロックをかけておかないとね。またベルクラントを起動されちゃたまんないから。ハロルド、さっきバルバトスが言ってたこと。言ったでしょ。たとえ未来を知ったとしても、私は変えるつもりはないって。私は自分のやるべきことをする、それだけよ。ハロルド、終わったわ。さあ、行きましょう。みんな、ミクトランのいる玉座の前へ。いやー、ハロルド、なんでそんな強いんだろう。大丈夫かな。ちょっとスキット見ていきましょうか。ハロルド、どうしたの、カエル。さあ、行きましょう。ハロルド、やっぱ強がってる感ありますね。今ならまだ間に合うかもしれない。玉座の間に急ごう。今なら。オッケー、じゃあ頑張って玉座の間目指しましょう。なんとか勝てましたね。また途中でやっぱコントローラーがダメになっちゃったんですけど。完全にダメにならなくてよかったです、本当に。どうしたんだろう、やっぱちょっともう古いのかな。この先が心配だ。ハロルド大佐、お疲れ様でした。こいつらの放送は我々にお任せください。よろしく頼むわね。ちゃんと本部に引き渡すのよ。さあ、お前たち本部まで移動するぞ。胸張ってキビキビ更新しろよ。なんだ貴様、地上人の分際で天上人であるこの私に触れるな。すぐにでも新たな戦争を始めて地上人の葬り去ってやるからな。まだこんなこと言ってんの。さっきかわいそうとか思ったのがちょっとって感じになってきたの。
これからどうされるんだろう。地上軍に捕まったら生きて戻れないって噂だし、そういう噂が広がってんのか。なんか天上軍よりよっぽど地上軍の方がまともでかつ優しい気がするんだけど、それは私が天上軍じゃなくて地上軍側だからかな。ビクトラに逆らえば殺される。命令を拒否することはできなかった。俺たち天上軍側の兵士も被害者なんだ。聞いちゃうとな。生き残るためには仕方なかったんだ。誰だって戦争なんかしたくないんだよ。こういう人もいれば、この人みたいにすごい攻撃的な人もいますよね。俺は無理やり働かされていたんだ。嘘じゃない。なあ頼むよ、見逃してくれよ。なんか心苦しいな。お前たち勝者の側につけて幸運だったな。なんか棘があるな。軍優勢のまま進んでいるそうだ。残るはミクトランと守備モンスターぐらいだったよ。じゃほぼ制圧完了って感じですね。なんだかあっけない幕切れだな。まこれで戦争が終わるんなら何でもいいけどな。それは一理ありますね。ちょっとまたセーブしますね。はい、セーブ完了しました。でね、時間も結構いいところなんで今回はここまでにしたいと思います。ちょっとねバルバトス戦でまあいつもの通りボス戦のね見苦しいお姿じゃない見苦しい姿をお見せしてしまって申し訳ないんですが、なんとかね一発で勝てたんでそれは良かったかなって思いますが、まだまたいつかね彼と戦うことになりそうなんで、その時は今回の経験を生かせればいいけどな。ちょっとな怖いな。はい、では、今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたねー。